始まります。第9回目チキンシャックラジオね。えそうですか。ああ自己紹介ですね、僕はチキンシャック元 PA のノブです。はい、ベンズポップクラブ民謡クルセイダース TV ヘッドチャリバンドやってます、そのです。おお、今日はちゃんと走らず言いましたね。日によって違うの、それ気分なの、めんどくさいの。いや、まあ気分になっちゃってね。気分ですか、うん、すいません。なんか昨日はなんだっけ、おとといか、東京アラートアラートつうの鳴って、はい、鳴ってないよね。でもね、色が変わっただけでしょ。赤くなってね、なんかレインボーブリッジとか、うん、で感染者数もまた増えてと、はい、ねえ大変ですよね。大変です。最近はどうなんですか、その君は。いや、暑くなってきたなって感じですね。そうですね。今日はチキンシャックラジオ初めての女性ゲストってことで、はい、僕も大変緊張しておりますけど。緊張してますよ。やっぱ女性はね大変じゃないですか、うん、女性慣れしてるんですか。してないですね。でしょ、うん、周り男しかいないんで。そうね、うん、なんでもうニヤニヤ笑ってるんで早速呼びましょうか、はい、登場していただきましょう。今日のゲストはですね、2人です。ザ・ポーズのお二人です。イエーイ。ポーズ、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ザ・ポーズののりんちゃん、のりんです。まあ、のりちゃんって言ってます、はい、僕らは、はい、あとなおちゃん、なおです。いやー、ありがとうございます。いや、こちらこそありがとうございます。突然のね、お呼びにも1週間前だね。1週間前に電話が、1週間前に。もうちょっとねマイクに近づいた方がいい感じかもしれない。このくらいで、はい、うん、でね、まあとりあえずね、聞いてくれてる人からすると男ばっかだと、うん、はい、そういう意見もあって、はいはい、まあ、ちょっと女性を近しき中で、うん、お呼びしようっていうことだったんですけども、はい、ちょっと坊主の、こと僕ね実は正直そんなに知らないんで、ちょっとゆっくり坊主の、紹介も今日できたらいいなと思ってるんですけど、結成はいつなんですか。2017年の春かな、うん、うん、ですね。3年くらい前だ。そう、3年くらい前の、うん、そう、ね、年末に私がなおちゃんのセッションで初めて歌ってるのを聞いて、うん、お、いいと思って誘ったんですね。うん、セッションはチキンシャックの。そう、チキンシャックの。ほー、うん、そう、へー、で、え、うん、そう、なおちゃん結構お子さんいるからあんまりその頃セッション来てなくて、たまたま年末にね来てたんだよね、うん、そうそう、へー、でそれじゃあのりちゃんがなおちゃんやろうよって来たん、うん、うん、へー、どうでしたその時なおちゃんは。いや、大丈夫かなって感じでしたよね。もうどういうこと、どういう意味。でも全然やってない、歌も歌ってなかったんで、うん、そう、うん、でもなおちゃん結構前からちょいちょい歌ってたよね。そうなんですけどね、うん、育児休暇がずっとあったもんで。ああ、そうか、そうか。結構頻繁に歌ってたのはその、うん、お子さんが生まれる、うん、前だから。結構前だったんで、じゃあタイミング的にも、じゃあ歌い始め直した時、うん、だったのかな。ちょうどね、糸ちゃんがね、あれだったんだよ、小学生に、あ、小学生ね、幼稚園に入る春だったんだよ。そっか、下の子が。あ、うん、なるほどね。もうでも女性のバンドっていうか、まあ最初ポーズって3人じゃなかった。3人でした、ね、3人でした。ドラムの、なおぞーさん、なおぞーちゃんが入ってて、うん、あれですか、喧嘩ばかりですか、うん。あ、そう、あ、そう。まあね、バンドって、まあ、脱退とか加入とかっていうのは繰り返すもんで、よくあるんですよね。でも今はもう仲直りしてます、ね。本当に喧嘩したんだ。
すごい、ありがたいね、こんだけぶっちゃけてくれるとありがたいですね、うん、なかなかだったね、なかなかだったね、うん、私結構人生で あそこまでこう、うん、は、うん、すごかったね、うん、そうだから、うん、俺ね多分ポーズを初めて見たのはそれこそだから2017年とか18年くらいのそのフッサのね蟹坂フェスティバル、うん、ロックフェスティバルの野外でやってて、うん、なおちゃんはさ昔からチキンシャックでねアルバイトもしてたことあるから、うん、今でもたまにねカウンター入ってたりするから、まあ、仲良くしてたんで、おなおちゃんバンドやってるんだって感じだったんだよね、うん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 、でその時多分のりちゃんのこともベースだよね、うん、ベース当時ベースでしたよ、なおちゃんギターで、うん、のりちゃんがベースでドラムがなおぞちゃんで、うん、っていうのを見て、おーなんかガールズバンドができたっていうんで、でそのくんもいいよって言ってたんで、うん、当時、まあ、あらま、うん、ありがとうございます、そうですよ、まあ、嬉しい、そんなこんなで見てたんで、まあちょっとじゃあそのポーズのね、うん、あの曲をまず1曲みんなに聴いていただいて話を進めていけたらなと思うんで、何か1曲推し曲がいいですね、推し曲、うん、あ、じゃあちょうどこの間公開した赤いかわにしようか、うん、ずっとライブでやってた曲なので赤いかわをじゃあ、じゃあ曲紹介お願いいたします、はい、ポーズで赤いかわどうぞ、何かおかしなことが起きてる、どこか知らない遠くの街で、何かおかしなことが起きてる、僕の知らない遠くの街で、神の名のもとにさらわれ、爆弾少女は神の名のもとに召された、青い空の真下で、ララ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 の柵の向こう側、今日も新しい血が流れ込む、こうこうと流れる赤い川、ショーケースに並んだデリカ、午後9時にゴミ箱に消えた、重なったもの黄色は神様の涙に見えた、ララ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 消される「この海の向こう岸」「
今日も新しい血が流れ込む、こうこうと流れる赤い川、ララ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 ラ ポーズで赤い川でした。ありがとうございます。もういいね、自分たちの曲聴いてこんだけノリノリっていいよね。なんかこの曲聴いて、あのこの曲はね、のりちゃんにこのチキンシャックの YouTube を4月くらいからこう本格的にね、いろんなことやっていこうって言った時に相談して、なんかポーズの曲をね1曲ちょっと YouTube でチキンシャックでのチャンネルで流させてくれって相談して、あのね聞いたんだけど、なんかね俺これ聞くとね、俺中学生くらいの時にね、あの詩を書くのが趣味な暗い少年だったの。その時に書いてたようなね、安直な詩だね。いや安直っていうか、なんて言うんだろう、安直すごいストレートで、なんかあの俺は好きですね基本的には。園くんとか多分ダメだと思う。ダメですか？ダメじゃないっすよ。すごい。どうすか？ダメじゃないっすよ。切れてるっすよ。いや、そのさも今結構乗ってくれ、ね、乗ってくれて、乗るのは得意だから、人に乗るのは得意だから。人に乗る。これ曲は誰が書いてるんですか？あ、私がこれは書いたやつです。のりちゃん書いてるんだ、え、全曲？まあ、全曲でも塩奈央ちゃんが書いたのも、あの誕生した2人でやっててっていう曲もできてきてるんだ、はい。のりちゃんはあれですか、チキンシャックに来たのっていつくらいからなんですか？その組む、ポーズを組む前の年の夏かな。どんな音楽活動をしてたんですか？それまで一緒に住んでた人がいて、その人と男っすか？あ、そうです女と住んでるの男っすか？でもあり得るからね、いや、そう、それで、その人と2人でやってたんですけど、基本的にもうなんかね、タクロック好きで、だからあんまりライブとかはね、あのやってなかったかな。タクロック好きってのはのりちゃんが？あ、そうです。タクロック好き、そうだよね。なんかほら動画とかもさっと作ったりさ、そういうの得意な感じがするもんね。そうなんで、自粛期間とか全然こう、このままでもいいなみたいな。わかるわかるわかるわね。家でねやることはできるもんね。そう。いや、ライブとかあんまりやってなかった。それまで、そうですね、ベタっていうユニットでやってて、 CD はね、2枚ぐらいリリースしたけど、なんかライブよりも宅録が好きっていう方で。ライブとかはどの辺で活動したの？それまではね、阿佐ヶ谷高円寺あたりが多かったですかね。きっかけはフッサに来たというか、シャックに来たきっかけは何だったの？モーリーっていうあの友達がいて、モーリーヘッツ、そう、モーリーヘッツのモーリーっていう友達が、あの蟹坂の支援ライブっていうのが渦であるっていうので、一番最初来て、その後に蟹坂の本祭に来て、それで教育とか見て、それでその夜にチキンシャックに来たんですね。それであのちょうど翌日に CSP も蟹坂に行ってるチキンシャックプロジェクト、そう、チキンシャックプロジェクトも、のぞむさんのバンドが、それでリハがてらみたいな感じでチキンシャックにその日出てて、もうそれでそのもう演奏技術とか、もうすべてにやられて、私もこの町に住むって言って来ちゃった。住んでたの？住んでるの？
あ、住みましたね。出る時期もあるんだ。何年ぐらい、うん、2年、今は違うもんね。丸2年ぐらいかな、うん、そうなんだ。そうですね。へー、なおちゃんは地元が、地元は青梅です。青梅か、うん、あ、駅で何個か。そっかそっか、うん、でもなおちゃんもシャック来たの早いよね。高校3年生か。早い早い、マジで。初めて遊び来たのは、うん、多分それぐらいです。あ、そうなんだ。そうそう、ってことはもう20年近いよね。20年生だね。本当だ、すごいね。そう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 、そっかそっか、そんな経つか。そんな経つ。働いチキンシャックで働いてたのは、働いてたのは、うん、もう忘れもしませんよ。24歳、なんか、うん、ねウルード市、ウルード市にフッサに引っ越してきて、うん、そう、そんで一人暮らし始めて、うん、で飲み来て遊び来て、うん、で久美さんと梅酒の梅をいただきながら、うん、スカウトされたの。そうそう、梅酒の梅って、なんて言われたの。なおちゃんお酒好きって言われて、うん、あ、好きですよとかつって言ったら、うん、働くみたいな。でもほら久美さんも人見て判断するから、うん、そうね、うん、ね、うん、だからまあ多分ね、あの久美さんの傾向としては人をこう、うん、なんていうの、雇う判断基準としては、うん、まあ気が強くないとダメだね。気が強い子を誘うね、うん、って俺は勝手に思ってるけど、気が強そうだったかな。その辺でおそらく採用だった、ね、採用っていうかスカウトだよね。うん、ありがたい。あのいろんなパターンがあって、シャックのアルバイトの人は、うん、勝手に入ってくるパターンと、うんうんうん、気づいたら働いてるパターンと、スクミさんのスカウト型っていう、大体あとのぞみさんが勝手に連れてくるパターン、それはね、うん、あんまり長続きじゃない。あの邪心があるから。やっぱクミさんの目の方がね。そうだね、長く続く人は多いよね。ザ・ポーズの初ライブっていうのはいつだったんですか。さっきノブさんが言ってた、うん、あのカニ坂の前、2週間、3週間前にここで CSP と合同イベントで、うん、あの七夕祭りっていうのをやって、うん、それが初ライブですね。それが、うん、その時はじゃあ3人で、3人で、うん、そう、8月4日七夕だったんだよね。七夕祭りの時で、そう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 、ふっさは。その時どうだったんですか。いや楽しかったよね。いや私でも人の前でギター弾いたこともほとんどなかったんで、うん、プルプルしてましたよ。緊張して、うん、あそうかそうか、そこ、なおちゃんはいわゆるバンドは初めて、うん、歌だけっていうのはあったんだけど、うんうん、歌ってたからね、うん、そう、バンドっていうのは初めて、楽器持ったことはなかった。あでも4人とかな、そういうあの、うんうん、若い時流行った、あ、感じのやつとかはやったか、バンド自体は、うん、やってたんだ、うん、そっかそっかそっか、そうそうそう。でもギター持って、まあ、要は、うん、まあ、リードギターっていうかね、ギターしかいないんだもんね。3人しかいないから、3人しかいないからね。うん、でもさ、のりちゃんなんかほらその前からバンド活動しててさ、うん、ユニットっていうかね、はい、うん、なおちゃんどうだったの最初、そのもう気に入って、ぜひ、うん、って感じだったの、うん、そう、もうなんかそれでなんか私ギターでもベースでもいいけどどっちやるって言ったらギターやるって言ったから、うん、もうそれから春の3月ぐらいから練習を始めて、うん、それで毎週うちに来てて、その時あのそう、それでうちで毎週こうギターの本当に C とかから教えて、教わったんだ。もう本当に、うん、そう、へえ、じゃあ相当練習したギター、うん、でもすごかったですよね、うん、だから本当にあのなんていうか潜在能力がもともとあったから、うん、ないけど、うん、いや本当に、うん、だからあのちゃんとこう弾けるようになっていったから、うんうん、あの教えてても教えがいがあるんだ、うん、教えがいがありましたね、うん、それね、そのくんが言ってたのよ、うん、その頃か分かんないけど、うん、いや奈央ちゃんのギターがいいと、うん、早く言ってよ、うん、言っててそのほらまあなんていうの、俺も見たけど、うん、その後に、うん、ほら、うん、まあうまいか下手かっつったら下手よ、うん、そのそう、ね、うまいか下手だよ、うん、技術的には、うん、でも言ってることは分かるわけ、うんうんうん、あのね、右手が男らしいんだよな、そうそう、うん、そう
右手のカッティングってかなんていうのかな、そこが男らしくて、そう本当にあのね度胸がすごいんですよ ね、 そ, うねそれがね良かった本当に。だからなんか聞いててすごいあのポーズのね曲、昨日も夜さ明日ポーズだなんて思って聞いてたんだけど、すごくこうなおちゃんのストレートな表現の仕方と、のりちゃんのそのなんていうの世界観がすごくねアンバランスでいい。 ありがとうございます。アンバランスなのか、いやいや だからそれがそれが面白いんだと思う、バランスいいって思う人もいると思う。だから、俺はなんかアンバランスだなと思って聞くんだけど、でも聞けるから、聞けるっていうか何度も聞いたのよ昨日、特にこの曲が好きで。ありがとうございます。いやいやいや、なんかね、ちょっと上から喋っちゃってますけど、言い方としては。でも本当に素直に単純に昨日聞いていいなと思っていて、なんかあれだよね、その女の子のユニットってさ、なかなかさチキンシャックもいないじゃない。そう、それが逆に美味しいなっても思ったんですよね。プロデューサー目線でいくと。なるほどね。でも俺ねちょっと考えてて、今日ポーズに出ていただいたのもそうなんだけど、ちょっと女の子のアーティストも増えたらいいなと思ってて、チキンシャックに。そうですよね、やっぱね猛者が多いんですよ、もうそれで本当にやっぱ結構年も上で実力もあってっていう人が、やっぱ多いから、女の子が入る余地ってねなかなかないっていうのもあって、そうここは行くしかないみたいな、ね、でもそうね最近ね増えてきましたけどね、ちょっとね。どんな子がシャックって、女の子いる？最近はあの原かなちゃんって、原かなちゃんね、だったりね、あと夏目ちゃん。夏目ちゃんっているんだ。夏目ちゃんはね一押しなんですよ、本当。高校生ぐらい？高校生まだね。そうすごく歌ったりするの？そう、弾き語りやるんですけど、ギターもね上手でね。へえ、うん。ぜひ。なんかほらチキンシャックはねどうしてもイメージ的におじさんが多いから、まあ、若い子ももちろんいるんだけど、この前ナッピにも出てもらってトロンボーンね。でもそのナッピでももう30でしたっけ、だ、ね、からやっぱもっと若い人が来てね、だからポーズもおばさんですよ、そうなんですよ知ってるよね、おばさんになっていくわけですけど、でもそうやった方がみんなのねこうレベルも上がっていくなと思ってて、じゃあもう一曲聞きましょうか。 ありがとうございます、どうしようかね、あ、じゃあそこでここでじゃあ、 あのなおちゃんと共作した第一作目の、赤線エレジーという曲を聞いて。赤線エレジー、エナジー、エナジー違う、エレジーエレジーね、エレジーで、エレジーね、じゃあなおちゃん紹介してもらってもいいですか。はい、じゃあポーズで赤線エレジーどうぞ。どこかしらの店で踊っているよ、私は知ってるよ、用語と散らかった部屋であけなく吸い取られた命を目隠しのまま手探りで探してる、悔しくても悔しくても泣くな泣くなって舌を噛んでこらえてもこらえても溢れそうになる涙を隠して踊る白とダンス、腰つきに男たちは見せられ、かつてはクラブの看板ださ
つからか彼女は決して笑わなくなった。流しになった今ではいつも通り目をして赤線を漂ってる。どやされても速されてもステージの2人はね酒ばっか飲んでますね、うん、飲んでないです。今までの今までのねあのゲストの方はもう一滴ものぞむさん飲んでたか。そうだね。ねもう酒をの飲みながら。お酒好きなの2人とも、うんうん、ビールといえばポーズ、ポーズといえばビール、うん、ビールだよね。ビールなんだ飲むのは。そう札幌イメージガールを狙ってる。狙ってるんですよ。曲もあるんですよちゃんとね。あもうあるあるあるのあるのあるの思い出の公演と赤星。どんな曲どんな曲あのちょっとアカペラで言って。アカペラで、うん、うん、さあ歩き出そう月明かりの下。なんかビールが出てくるところの方がいいよね。うん、最後の方のサビか。やってないもんで出てこないっていうね。泣きたい日もあるけどきっと大丈夫さ。歩いて行けるよ。ギターとビールとこの胸にきらめく星があるから。友達がいるから。おっていう曲です。なるほどね、伝わった？札幌で、うん、ここの金色の星が、うん、赤いやつが出るでしょ、うん、期間限定で。期間限定で出るんですよ。出るんですよ。そう。赤星。そうなんです。赤星。あ、本当だ。携帯の、携帯にシール貼ってある。そう。そう。へぇー。あ、もうポーズ。そう、ポーズのね。危ういぐらい丸パクリなんだ。うん。そうなんです。 その赤星を飲む頃にまた一緒に歌おうねっていう歌なんですね、うん、ちょうど蟹坂の頃なんだよね。 そう、それがね、うん、じゃああれだね、これを聞いてる札幌、うん、ビール、うん、もしくは広告代理店関係者の方々は、うん、ぜひぜひ、採用していただけるように、まあコロナにかかるよりも可能性は低いと思いますけど、それ聞いてるってことね。、うん、もうハッシュタグ札幌ビールつけまくろうか、つけまくろうか。あれじゃない、勝手に札幌ビールの CM 作っちゃうとかね。ああね、うん、いいね、うん、そういうこともねできるからね、うん、そう今は ね、うん、ねやっちゃおうかね、うん、なんかそう、もうでもなんか本当にコロナの影響もあって今年もね、探したけどないやとか録音したいのあったんですけど、うんね、ちょっとね今ね停滞してるから、まあうん、また録音しよう、うんうん、勝手にキャンペーンガール、勝手にねキャンペーンガールでやっちゃいましょう、うんうんうん、あれですか、じゃあ水着とかそういう感じ、ね、なんかちょっと NG で NG なんだ。それなんかビールで水
すぎてなんかあるよね、ほらなんかあるよね、酒屋さんとか行くけど、昔のポスターみたいでしょ、藤原紀香とかの若い時みたいなやつでしょ、俺結構好きなのよ、藤原紀香みたいなやつね、うん、うん、結構好きなのよ、こうすごいこういう、うん、あのあれね、そうそうそう、ちょっと日焼けした感じでこうやって、うんうん、そう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 お尻こうキュッそう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 、くびれを出してね、くびれを出してね、うん、ほら今加工でいけるから、うん、ね、なんとでもなる世の中で、なんとでもね、いけますよね、うん、素でね、おっぱいだね、ちょっとね、そうだね、大丈夫だよ、なんとかなるんで、うん、ね、誰だか分かんなくなっちゃってね、ね、うん、顔も変わっちゃってね、ね、そうそう、2人はどんな音楽聴いて育ったんですか、なおちゃんはどんなの、どんな音楽好きだったの、子供の時というか、私はもう小学生の時に、うん、でもフッサーの人すごいあの嫌うから言いたくないからいい、うんうん、いいよ言っちゃいないよ、いい、うん、俺尾崎豊が好きだったからそうなんだ、うんうん、若かりし頃はそう、うん、私はもう小学校4年生にミスターチルドレンを聴いて、はいはい、そう、うん、イノセントワールドが爆発的に売れたいつの日もでしょ、それイノセントワールド、うん、それそれの胸に B 面よ、うん、お知らない何マイコンフィデンスソング、コンフィデンスソングっていう曲があって、はい、そう、うん、それでもうもうミスチル、もうかっこいいと思って、イノセントワールドって結構売れた、うん、売れた、あれはもう爆発的に売れ、爆発的に売れたんだよね、アクエリアスの ね宣伝でね、あ、そうだったんだ、そうだったね、あ、同い年なんだもんね、そう、2人はね、じゃあきそういう音楽感は合うんだね、聞いてきたものはね、私もミスチルっ子です、あ、うん、ミスチルってやっぱすごいんだね、そうそう、もう嫌われるんだよね、うん、そう、でも結構嫉妬嫉妬、うん、そんなの嫉妬だからね、それもミスチル聞いたでしょ、いや そんなにはでしょうね、でもあの横浜アリーナは行きましたよ、おー、私もアリーナ行った、ミスチル見に行ったの、ミスチル見に行った、うん、誰と、まあ当時マジの人と、へー、すごかったミスチル、何が、ドラムがさ、うん、壮大なんだよね、うん、なんかこう、うん、でも会場の人 もみんな歌っちゃうので、うん、男性と女性のファンだとどっちが多いの、会場は、いや分かんなかった、見に行ったけど半々かな、ライブ行ったことある、あります、2人ともあるんだ、うん、へでもこそこしか見てないからもう、うん、あまあ確かに、でもミスチルはすごいと、今でもねやっぱり、うん、第一線ですか、まあサザンとミスチルくらいじゃない、うん、そういう意味じゃ、うん、こうね、第一線のバンドで、ね、ああいうふうに影響力を持ってるっていうのはね、メジャー感があって、うん、その後は洋楽とか聴くようになったの、その後はそういう人の影響もあり、ブルーズ、あ、そう、そうだよね、ブルーズ聴くようになり、歌歌いだとどんな人好きだったの、ジャニスとか、うん、エタさんとか、あ、結構古いアレサさんとか、うん、友達みたいだねアレサさん、あの辺がやっぱかっこいいなと思って、そうだよね、うん、エイミー・ワインハウスとかも好きだったよね、あ、もうエイミーはもうね、まあ、うん、好きでしたね、あの人もいつだっけ亡くなったの、27歳ですよ、うん、だから久しぶりに27歳で死んだ人みたいな ね、なんとかクラブね、うん、そうだよね、そうそうそう、でも奈緒ちゃん一番最初にライブをや人前で、うん、こうライブだなと思って歌ったのって何歳くらいなの、すっごい顔してるよ今すごい顔してる記憶が、あ、でも18歳か、高校3年生の時に、うん、その同じ町福生の渦で、うんうん、やりましたよ、若気の至りでワンマン、うん、ワンマン一人、あ、うん、当時一緒にやってた子と、うん、そう2人で、うん、2人でアコギととかピアノとか、アコギと歌、うん、あ、ブロッサムでやってたんだ、そう、うん、あ、ブロッサム、なハッピーブロッサムズってやつをやってたんで、うん、そうそう、なおちゃんしばらくはだって芸名ナオブロッサム、ね、ナオブロッサム、そう、そうだね、あ、じゃあそこから来てるんだ、そう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 、へえ、そうですね、そっか、渦が先だったんだ、
もうそう、うん、うん、捉え方でちょっとあれになっちゃったらあれだけど、うんうん、チキンシャックはだから敷居が高いみたいなイメージがやっぱあって、あ、はいはいはい、そうそうか、まあ怖いな、入りにくい、うん、敷居というよりも怖いんだよね、うん、多分、うん、でも18回生きてるわけでしょ、あっという間に突破していったわけだ、うん、その辺の壁は。なるほどね、そうそうそう、あれね、怖えなみたいな。のりちゃんはどんな音楽聴いてたの？あ、でもそう、私もミスチルが好きで、うん、それでミスチル、スピッツも大好きなったな、はい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 、それでスピッツ、それで、まあ、あの当時ロッキンオンジャパンっていう雑誌が結構流行ってて、そう、それであのこう高校生ぐらい中高あたりでロッキンオンジャパンをこう、ね、読むようになって、うん、まあ、そういう椎名林檎さんとか、うん、あコッコは、うん、コッコもね、うん、かっこいいもんね、コッコも言ったね、そう、あの、うん、だいたい一緒なんですけど通ってるのが、うん、そう、ね、その辺から徐々に洋楽とか聞くようになって、うん、ロッキンオンジャパンからロッキンオンに移っていったって感じですかね。なるほどね、うん、あ、じゃあ結構そうか、雑誌世代なんだね、うん、雑誌世代だったね、まあ、まだネットが年バレちゃうけどね、ネットがないもんね中学生でポケベルだったな、それで中学生でポケベル、はいはいはい、PHS になって、高校生になって携帯とかの世代だったから、うんうん、インターネットは全然、そうだね、まだないか、そういう意味じゃない、まあ、i モードとかだもんね、うんうん、懐かしい、あ、でも高校生ぐらいの時はもうあったか、インターネットね、あった、うん、あった、でも量は携帯とかではそうだよね、うん、そんなには見れなかったから、うん、だから今の人たちいいよね、うん、だって CD 屋に行ってさ、うん、もう山間なわけじゃん、うん、そうそうそう、ね、これはいいのか悪いのか、うん、もう薄い情報でさ、うん、こういうのいいよみたいな、うん、ね、まあほら視聴できるのがあればいいけどさ、うん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 、そうじゃないとかもう山間なわけじゃん、今ね、だいたい YouTube とかさ、うん、ネットでね、なんとでもなるっていうか、一回聞くこと、ね、まあ買わないのか、そもそも、そうだから買わないんですよ、うん、多分そうだよね、今は、うん、ね、でもそれ羨ましいけど、でもやっぱり1枚買った CD を聴く熱量は違ったっていうね、うん、違うよね、うん、楽しかったもんね、うん、そう、ミスチルのさ、新譜を3000円で買ってね、そうだよね、お年玉握りしめても、うん、ね、だからすごい聴いたもんね、うん、何度もね、何度も何度も聴いた、うん、え、洋楽だとどんなの聴いたの？洋楽は、うん、あの入り口はなんか結構ミスチルって聞くとポップなイメージの人も多いと思うんですけど、うん、なんか私は結構ミスチルでもこう思想が強めの曲とかが好きだったんで、うん、なんかそういう影響があったから、音からっていうよりも言葉とかから結構入ることが多くて、はいはいはい、こう惹かれていったのは60年代とか の、 あのフラワームーブメントみたいな、ヒッピームーブメントみたいな、はいはい、フラワーチャイルドみたいな、うん、あの辺、あんまジェニスとかもそうだし、うん、うん、あのドアーズとか、そのなんか西海岸あたりみたいな、そのこうベトナム戦争反対みたいな、うん、その時期の音楽とかにハマって風とか聴くようになってみたいな感じかな。なるほどね、うん、そう、なんか割とこうあんまりなんかお気軽な恋の歌みたいなっていうのはよりもこう、うん、なんか平和みたいな、なんかそういうなんか思想がある曲が好きでした。なるほどね、うん、まあ、ポーズの曲もね、結構言ってもんね、いろんなことここぞとばかり、ね、うん、そう、でも、まあ、でもやっぱり、ね、まあ人それぞれだけど、うん、音楽にはメッセージ性があった方が、うん、聞いてる方はいいなって、俺はそういうタイプだね、うん、うん、なんかいろいろいるんじゃない、うん、いろいろいると思いますけどね、歌詞はただの歌詞だっていう、それもいいと思うんだけど、うんうん、でもまあメッセージがあるんだったらね、うんうん、載せてった方がまあなんか伝わりやすいっていうか、うん、え、その奥に歌詞とか聞くの？この人多分聞かないと思うんだよね、うん、あんまり聞いてないかもしれない、歌詞聞かない、うん、いや、音楽の聴き方って結構いろいろあるなってだから思う、うん、そうですよね、うん、だってあれでしょ、うん、なんかリズムとか聴いちゃうんでしょ先に、とか、うん、そっちから
か。あでもそうですよね、うん、あまあ、でもメロディーは、うんうんうん、あーそれと一緒で聴いてるけど、歌詞が覚えられない、うん、覚えられない。民謡クルセイダーズでさ、ほら民謡やってるじゃん今、うん、でさほら、うん、歌詞は歌詞じゃないや、曲は歌えるの？もうごく一部サビだけとか。そう、それファンじゃん。ファンと一緒じゃん。例えばそのミンクルのミンをね、うん、クルソーディセーダーズの曲とかで、うん、ライブのとか見に行ったり YouTube とかで見るとさ、うん、こう結構みんな歌ってんのよ、うんうんうん、でもほら日本語だけどさ、民謡って分かんないじゃん、うんうん、言葉がちょっと、うん、ね、昔の言葉使ってるっていうか、そのくんが歌ってるところはあんま見たことないんだよね。ライブ中にそんなことないでしょ。歌うの？歌うよ。でも乗ってる時は歌ってるイメージありますけどね。あ、ほんと？うん、チャリバンドとかでもそう口ずさんでるなみたいな。いや、そうそう、チャリバンドとかは日本語だから、うん、あ、そっか、うん、あとまあオリジナルメンバーだからね、うんうん、なるほどね。やっぱプレイヤーでも違いますよね、こうなんて言うんだろう、歌に気持ちが入るっていうか、そういうのって、うんうん、そうですね、うんうん、でもポーズはのりちゃんも歌うもんね。あ、そうですね、私も歌うんですけど、うん、でもそういう曲だからなおさらこう、うん、なんて言うんだろう、あんまこう人に歌わってもらうってことを想定してなくて、でもなおちゃんはそういう思想とかがこうかぶったっていうか、うん、なんか自然にこう気持ちがね、うんうん、通じたんで、こう、あ、この人だったら歌ってもらえるなっていうのが、あ、信頼感があるんだ、うん、お、素晴らしいね、うん、そう、素晴らしいね。いや、でもさ、やっぱバンドってさ、うん、結局その辺になってきちゃうような気もするんだよね、うん、こう、まあ、その思想じゃなくても、うん、何かこう通じ合えるものがないと、うん、きっと喧嘩しちゃうでしょ、うん、しちゃったんだろうし、うん、ね。ね、うん、で突き詰めていくと意外とそういうとこが一致してたりすれば、うん、なんとか戻れる可能性もね、うん、なきにしもあらずと思ったりもしてるんだけどね、うんうん、こ、女子バンドならではの大変さってありますか？でも奈緒ちゃんとはあんまないかな、わかんない、奈緒ちゃんがすごく感じて なければ私はなおちゃんといるのが楽しいし、うん、なんかリハとかしてても、うん、もう家とかでやってる時期はね、うん、あ、でもスタジオ入っても一緒だけど、もうひたすら喋って、うん、3時間撮ってて、うん、2時間10分ぐらい喋ってそう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 、やってなくねみたいになって、ちょっとやるみたいな感じでやるみたいな、うん、そう、そんな感じのことが多いけど、でもなんかそれで良かったんだなっていうのをすごく思いますね。ほら、そののりちゃんは前は、うん、そのユニットで男の人とやってたわけじゃん、はい、まあ、女子とやるようになって、うん、またそれは全然違うも別物、まあ、人が違うからもちろんそうなんだけど、うん、でもなんか奈緒ちゃんとやってる分にはなんかこう変なストレスはないかな。あ、楽なんだね、うん、一緒にいて楽とか言っていいのか分かんないけどね、おじさん2人みたいなもんだ、2人みたいな感じなのかね。いやいや、今回女子を呼んでるっていう経緯なんで。そうだった、そうだった。奈緒ちゃんはどうなの、のりちゃんと一緒にいて。あ、全然ほんとストレスなく、うん、本当に気楽に、うん、もう喋って、うん、ふざけてね、くだらないこと、あの、ひたすらラップとかしてる日あるもんね。そう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 、そう、やらなきゃいけない曲とかやらずに、うん、そう、ひたすら、ね、うん、ラップの掛け合いとかやってる時あるもんね。ラップバトルとかね、してね、うん、そう、もう今日なんか、そう、うん、2人とも今日なんか生理だし、もう良くない、もう今日無理、眠いわみたいな、うんうん、そう、それで1週間分のたまった話を2人で、あ、近況報告をし合う、そうそう、し合って、うん、1週間以上会わないと結構ストレスなんですもん ね、逆に会わないと ね、うん、ね、そう、で、あれ、ギター持ってきたけど弾いてないみたいな、じゃあまたみたいな。なるほどね、
そういいな、楽しそうだな、楽しい、すごい楽しいよね。あの結構、うん、あのね、某バンドマンとかからもポーズのスタンス羨ましいみたいな声が聞こえてくるもん ね、うん、ね、なるほどね、うん、なんか本当普通にただの仲良し、うん、じゃあちょっとあれかな、仲良しな曲をもう一曲聴こうかな、仲良しな曲を、うん、仲良しな曲を、まあ、あ、何か一曲、じゃあその、 あの、うん、ポーズにあの憧れる、うん、某バンドマン の、うん、あのあフィーチャリングした曲を聴いてもらおうかな、彼か、うん、なるほどね、わかりました、じゃあ曲紹介お願いします、はい、ポーズフィーチャリングレイエックスファイヤーでモナムールオランジュ、どうぞ。Yo, ladies and gentlemen, the pools in a LAX wire remix. Well, it's my name. Baby, don't go. Lonely, 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 lonely. どうしても構えられない、手のひらから落ちたオレンジ、藍色の闇に飲まれて、もう二度とこの手に戻らない。 Tell me what you want, tell me what you need. Baby you don't care, I will never understand it. So we see the everything strong version hate. Reality she loves me nowしても引き止められない粉々に砕けたキャニスター、刺した舌指先についたワックスが少しベタついて、午前の一周回る頃街並みは明かり落としてく、夜の帳に身を委ね、ただハイウェイ、ラジオから流れるシンフォニー、時計仕掛けのオレンジ、カウントダウンの始まり、ハイウェイ、ただハイウェイ。I know you know we
it out。 いやこの曲はあれだね、うん、ストレイツの、はいはい、そうチキンシャックでバンドやってる、うん、そう当時はあのレイ君だね、うん、そうです、うん、レイクスファイアっていう名前で一人でも活動してて、うん、今はレイっていう名前で、そう、あ、そうなんだ、レイ君はレイ、うん、レイエクスファイア、エクスファイアっつうんだ、うん、レイエクスファイア、レイ君はね、あの同い年なんですよ俺も、あ、同い年、そう同い年なんだ、そうな、そう、何それ、ちょっと何それ、なおちゃん、うん、その感じ、あ、落ち着いてらっしゃるなと思って、のぶくん、俺が、うん、あ、そうだね、俺あんまりね、落ち着いてる方なんで、落ち着いてるかな、サンキュー、え、サンキュー、41でしょ、レイ君、え、違うよ、レイ君39だよ、いや41だよ、え、サンキューだよ、サンキュー、違う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 、いやいやいや、違う、なんで勝手に、え、だってレイ君そうだよ、40歳になるまでなんかこうみたいな、なんかそうそう、40歳がとかそうやってよく言ってるもん、いやいや俺だってもうレコーディングでずっと、え、何年、一か羊、あ、違うじゃん、いやで俺早生まれだから多分、でも違うよね、39だよね、うん、まだ39だよ、サバ読んだんだな、レイ君だってもうずっと同い年だねっつってこう話していて、この曲は何、レイ君とこう一緒に作ろうっていうことになったの、これももともと私がその前のユニットでやってた曲なんですね、元のは、うん、そう、でも結局なんかそんなにこうバーンってやってなかったんで、ずっと眠らせてて、うんうん、そう、それで最初はギターをお願いっていう話だったんですね、それでギターをお願いっていうのと、あ、レイ君に、そう、うん、それであとあの歌のかけがえがあるから、でもそしたらこうすごくいい感じのリリックで、うん、こうそのなんて言うんだろう、こういうのなんて言うの、ラップじゃないけどなんて言うんだろう、そう、あの畳みかける感じの、うん、こうパートをね、あの最初ふざけてやったんだ、うん、みたいな感じだったよね、これね、全然ポーズが撮る撮るって言って撮らないから、うん、待ちくたびれて、そうそうそう、畳みかけてきたんだよね、うん、そう、レイ君が、そう、それで最初はちょっとこうふざけた感じで、うん、あのこう勝手にリミックスしちゃうぜっていう感じで、うん、あの送ってきてくれたやつがこれ超かっこいいじゃんってなって、これ採用でってなっちゃって、うん、何もやってない2人が勝手にやってくれて、何もやってないのに、そう、うん、これ採用っつって、優しいね、レイ君も、あのレイ君も熱い男だよね、熱いの、そうなの、もう炎なんですよ、だからそう、レイ X ファイヤー、なんかチキンシャックで会って衝撃的だった人っている？なんかもうみんな衝撃的だったな、でもチキンシャックでしょう、まあ、大体にしてクミさんが衝撃だったからねオーナー、確かにオーナーが、どういう衝撃度が、なんだろうな、ほとんど喋ったことないんだけど、こう懐にこうスッと入ってくるっていうか、こう、そう、優しさと愛でふわっとこう、まあそうだね、うん、まあ、確かに2人とも言えないことも含めて相当世話になってるからなあ、近年、しかも近年俺は知ってるぞ、ラジオじゃちょっと申し訳なくて言えないんで本人に聞いてほしいですけど、あったらお前ら2人めちゃくちゃ世話になってるんだろそうだから一生本当に頭が上がんない、上がんないよ、ね、そうだ、そのレベルだね、本当、うん、そうなの、確かに、うん、お母さん今思い出しましたわ、そういえばいや、なんかほら分かんないけどね、シャックでって言ったらさ、うん、なんか中3とか分かんないけどさ、あ、ね、もちろんもちろんで、で、うん、最初に出てくるかなと思ったけど、うん、でも教育、うん、ね、でもクミさんって言われた時に、うん、なんで、あ、そりゃそうだなと確かにね、うん、まあ、中3もそうだった、まあ、オーナーが女の人だったっていうのは大きいよね、うん、うん、その女子にとってみたら ね、うん、ね、また男の人だったらそういう付き合い方、うん、チキンシャックとはしてないかもしれないね、うんうん、そうだね、それは本当大きいよ ね、あれはのぞむさんだけだったら、うん、ありがとう言っときな、うん、ありがとうございます、ありがとうございます、うん、本当にいつまでも元気で、俺もこうちょっと今ごますんなきゃいけないんである程度、そうだよね、うん、たまに怒られたりもするんでね、はい、そうだよね、うん、でミュージシャンだとどんな人が、うーんとね、本当にね、私にとってね、フッサってね、うん、なんて言うんだろう、本当にオールスターズみたいな
もう尊敬する人が多いんですが、うん、まあ、そういう中でそうだな、一番初めにこう見て、たまたまその時に見たっていう線もあるんですけど、うんうん、さっきの話で CSP と対バンだったのがバッジで、うん、バッジが先に出てきてたんですね、うん、それで秋山さんを見て、うん、この人何みたいな秋山さんにはそれですごくびっくりをして、あ、バッチの秋山さん、そうですね、そう、でもその後 CSP がまた出てきて、うん、まあそのあの某ひろしさんとか、あ、ストレートのひろしくんね、あ、そうですね、やっぱそう、俺もそうなんだよね、ひろしくんのドラム最初見た時は、うん、俺も17歳でシャック来てるんだけど、うん、まあ生のドラムってって聞いたことほとんどなかったから、当時まだほら高校生だからさ、うん、まあひろしくんのドラム見た時はたまげたよね、なりますよね、うん、おーおーおーみたいな、たまげた、たまげた、一目惚れでしたからね、わかるよ、それはすごいわかる、うんうん、チューしてって言ってチューしちゃいましたからね、あ俺も一旦ドラムもう一回やり直そうかな、やる、あ、ねね、基礎からやり直そうかな、うんうん、諦めなければ、うんうん、そういうことも起きるのかもしれない、でも本当それくらい衝撃はあったよね、うん、かっこいいんですね、うんうん、私初めてひろしくん見たの多分、うん、高山さんのご都合により、はいはいはい、出張行っちゃってね、うん、そう、出張中だったのかな、うん、そうそうそう、何のドラ、教育の、あ、教育でひろしくんがサポ、教育で、そうそう、ひろしくんのラムで、うん、そう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 、すごいよね、すげえなと思ったもんね、なおちゃんは他にいる、こうチキンシャックですか、うん、まあ働いてたしね、いろいろ見ただろうしね、うん、いっぱい見たな、面白い人もいっぱいいたけど、でもやっぱ歌を歌うもんでボーカル目線で見てたりするとやっぱ、ね、うんうんうん、ヒロコホンさんかな、あ、ヒロコホンね、うん、懐かしいね、懐かしいでしょ今でもねすごい活躍してるんで、ね、そう、うん、立川ぐらいまでは、ね、うん、西に下ってきたりはしてるみたいだけど、ひろこほんさん聞いてたらまたシャックでやってくださいって感じだね、本当に、うん、そう、もう会いたい、ピアノの弾き語りでね、そう、うん、雰囲気がねいいんだよ ね、 いいよね、あの軽快なトークとビール愛、うん、あー、そっか、なんかトークの印象でもそんなに俺ないな、でも今すごい喋ってるすごいですよ、ね、ね、なんかちょっと芝居っぽい、うん、なんて言ったらいいのかな、あ、そうそう、そういうのも今は ねやっててやってるよね、すごいね、そう考えるとね、あの人も ねどん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 変化してって自分の道をこう切り開いてっていう、確かにね、昔チキンシャックで出てる女性って誰って言ってたら、うん、ヒロコホンっていうイメージが、うん、ラジオにも出てほしいですね、いや、うまいでしょうよ、うん、ね、いつかちょっとオファーをかけて、うん、昔の話でも聞きたいですね、聞きたいです、聞きたいです、思ってないしよ今の目は思ってない、思ってます、思ってます、まだそういう、あ、でも家が近所だったからね、そのくんは、そうね、めちゃくちゃ近所だったよね、うん、歩いて20秒くらいのとこいたよね、そこまでじゃないか、30秒くらいか、うん、まあうん、もう本当に近かった近かったよね、なるほどね、ひろこほんね、うん、まあでもチキンシャックは化け物揃いだからね、うん、意外と、うん、もうみんなすごいから、とにかく、うんうんうん、そう、うん、本当に毎度毎度、うん、面白いし、そう、ここで音楽をやりたいって思ったんです、それで、おお、うん、ちょっとのりちゃんもそこで人生を間違ってしまった、うん、そうね、間違っちゃったの、うん、ところもあるけどね、いや、でも本当やっぱ良かったですよ、うん、ね、間違ったけど幸せにはなったと思うよ、うんうん、通るべき道は通ったんじゃないかな、うん、ね、道をね、うん、ここいる人間全員そうですけどね確かに、うん、みんな濃いんですよ、もうとにかく、ね、もう飲みに来てる人も、うん、もう出てる人も、うん、みんな濃いから、だからね、うん、あの濃いってよりも、うん、みんな濃いんだよ、うん、きっと人間って、うん、まあそりゃそうじゃん、うん、同じ時間生きてんだから、うん、でもここに来るとあらわになってしまう、うん、そうだよね、そういう街なんだな、うん、うん、もうなんか社会が見えるって感じだよね、そうだね、ここで来るとよくも悪くもみたいな感じだね、そう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 、あるけど、いや、だから真面目な話に、うん、なっちゃうかもしれないけど、うん、こういうとこがあるから犯罪とか減ってると思うよ、うん、あ、それはでも思う、
思うよね、働いてると思うよね、うんうん、本当に思う、誰とは言わないけど、うん、この人、うん、社会なんかね、うん、お客さんで変わった人いても、うん、昼間とか会うじゃん、うん、まあ結構真面目に仕事、うん、あ、なんか夜はこんな感じだけど、うん、昼はこんな感じなんだって人ももちろんいるけど、うんうんうん、この人昼も夜 も、昼も、うん、あんま変わんねえだろうなみたいな人ってやっぱまれにいるわけよね、うん、お客さんでまれにというか他のお店より多いと思うんだけど、うんうん、でも、まあ、俺もそのそっち寄りなのかもしれないけど、うん、でもこういうとこがあっていろんな人とお話できたり、うん、音楽聴けたり一緒に音楽やれたりとか、うん、まあ、このラジオもそうだけどっていうところで、まあ、犯罪までいかなくても、うん、まあ、例えばさ、なんだろう、家庭内暴力とかさ、うん、なんだろう、あとこうあんまり犯罪、もちろん犯罪だけどこうスレスレのところってあるじゃん、うんうんうん、そういうことも多分シャックとかに来ると、うん、なんかそういうコミュニケーションが夜取れてるから、うん、なんか落ち着いた生活はできるよね、ストレスがの吐け口になるっていう、うん、そうね、やっぱりお互いなんだろうな、いろいろみんな欠点はあるけど、うん、そういうのも含めてなんかね、あの受け止め合おうよ、許し合おうよみたいな空気があるから、あ、生きてていいんだみたいな、まあ、それこそ相談できる人増えるしね、うんうん、そうそうそう、それが大きいか、久美さんがね、うん、とにかく相談してよしてって言ってくれるから、うん、すごいね、頼もしいよね、だから押し付けがましくないからいいよね、そうそう、全然押し付けがましくない、なんかさっき、そうか、さっきのおちゃんが言った、ふっとね、そう、ふっとくんの、ふっとね、あ、さらっと聞いて、ね、さらっと言っちゃって、うんうん、そう、気づいたらみんな知ってるみたいな、そう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 、さっと来てさっと、仕事も早いよね、そうそうそう、仕事も早い、ね、そう、仕事が早い、素晴らしい、うん、ね、うん、本当にね、でもそう、ね、別になんて言うんだろうな、だからそう、自分でいいんだなみたいな気持ちにはなれたよね、実際、うん、に来て、うん、実家よりも実家っぽいっていう、それはあるよね、そうそうそう、ね、帰りやすいみたいな、そうね、でまた久美さんだけじゃなくね、うん、そういういろんな人が、そう、のぞむさんもそうだし、うん、いろんなポイントでいろんな人がいてくれて、うん、その私生活だけじゃなくてもさ、音楽でもそうじゃん、うん、こう、まあ、技術的に教えてくれるとかそれは別としても、あ、でも本当教わってます、うん、ね、どういう風に音楽やっていけばいいのかっていうのがもう何パターンもあるから、うん、ね、あ、逆に言うと何でもいいんだっていうか、うん、こうちゃんと音楽さえやってれば、うん、そう、ね、うん、いいっていう先輩たちが多数いるから、うん、多数います、本当にね、うん、幸せなことだと思いますね、本当にこれは、うん、ありがたい、うん、もう日々鍛えられてますよ、本当に、そうだよね、うん、チャリーさんとかアマちゃん、うん、まあ、ヒロシさんもだけど、うん、本当に、うん、もうギターのも教えてもらうし、うんうんうん、それ以外のことも教えてもらうし、うん、さっきレイ君の話でちょっと今思い出したんだけど、うんうん、のりちゃんとレイ君で、うん、3月の終わりくらいか、それ中田が昨日家って俺に言ったんで今言ってるんですけど、うん、家って、チキンシャックがほら、そのね、この今、うん、ウイルスの影響でなかなかライブができないみたいな時に、そのまあ、ちょっとイベントやろうと、でギリギリのタイミングだったよね、そのギリギリでしたね、いわゆる緊急事態宣言も出ないで、うん、あ、いや出てたんですよ、もう出てたんだっけ、その日に出るみたいな感じだね、その週にそう出て、でバンドもこう集めちゃってるしみたいな、うん、あれはなんかいろいろ大変だったらしいね、その、うん、どうだ、どういう意図で、要は何話したいかっていうと、うんうん、そのなんだっけ、イベント名はセーブ、セーバーホーム、セーブアワーホーム、家を守れと、うんうん、あの、のぞむさんがやってたセーブアソウルにかけてセーブアホーム、うん、それでこう、まあ、3月中はチキンシャックはこうライブができなく、うん、まあ、キャンセルだよね、うん、キャンセルが続いて、うん、でなんかすごいそのイベントをさやるにあたって、俺もチラッとしか聞いてないから知らないんだけど、うん、なかなかこうほら世間的にも、うん、もうね、そうね、一番敏感、今もまあそうであるべきなんだろうけど、うん、敏感だったじゃない、うん、そうですね、もうかかっちゃ嫌だってさ、うん、そういう時に開催したわけじゃない、うん、それはなんかどうでした、実際やってみて、この何ヶ月か経ってみて、うん、なんかね、うん、あの、もともとそう、のぞむさんと3月の頭ぐらいかな、うん、にこう2人で
なおちゃんとリハした後に私一人で残ってて、うん、それで話した時にもう終わりかなみたいな、うん、まあこれここまでやってくれただけでもラッキーだったんだなみたいな感じでのぞむさんが言うわけですよ。あののぞむさんが ね、うん、俺は認めてないよ。あずるいね。そういうこと言う人だよね。俺たちには言わない。そっか、ね、もういいや。そうでもなんか私そうやっぱのぞむさんには本当世話になってるから、はいはい、なんかのぞむさんが元気ないって嫌なんですよ。あのね、役者なのよ。そうですね、あの人は役者なのよ。そうですね、もうね、うん、自分が辛い時一番辛い顔するからね。で自分が楽しい時一番楽しむ、ね、そうそうそう、うん、子供ですわ。でものぞむさんが楽しそうにしてないと、うん、なんか嫌じゃない。今絶好調だから、うん、今絶好調、うん、今絶好調なの。今絶好調。先々週ぐらいまでなんかちょっとの微妙な感じだったからな。ほら、いわゆる、うんうん、尺がね、うん、やっぱ今営業できないから収入が入んないから、うんうん、そこのところはやっぱなシビアだと思うけど、うんうん、まあほらでも国から少しあれだったりとか、うん、クラウドファンディングでとかっていうのの目処がついていけば、うん、まあ気持ち的にはほら大変だと思うけど、うん、今ねもうパソコンばっかやってる。いやそうめっちゃそうハマってるとそうなんですよ。全然話とか耳半分でうーんでしょ、聞いてないでしょ。で今は絶好調。うん、でもその落ち込んでるのぞむさんがいて、まあ、別に元気ならいいけど、うん、そう落ち込んでて、うん、いやなんかこれはもうなんか別にもう私がやってそれで別に誰も集まらなくても私が例えばねもう頼み込んで友達呼んで飲むだけでも、まあ、例えば1万でも2万でもねなればちょっとは助かるわけじゃないですか、うんうん、っていうくらいの気持ちで最初は始めたんです ね。そうしたら、うん、あの誰だったらお客さん呼べるかねとかそういう話をしていやらしいんですけど、うん、 まあ、それでストレイツじゃないっていう話になって、うんうんうん、まあ、それでストレイツに最初声をかけて、うん、まあ、それでストレイツレイ君がねレイ君と2人のメンバーが乗ってくれて、うん、それであの個人的に好きな石井明夫さんとかも呼んだら来てくれるってことになって、うんうん、それでねそう本当になんかラッキーな感じでねトントン拍子で行ってしまった感じだったんですけど、まあでも直前にやっぱね緊急事態宣言が出た時は、うん、ああなんかこういうタイミングで来るんだなってなんかすごい思いましたけど。緊急事態宣言が出た日だったの、うん、いやその週の半ばぐらいに出たのかな、うんうん、出すよって時じゃなかったっけ。そう出すよって時だっけ。そうなんか俺のその週、うん、その日に出すっぽいよって、うん、そうだったっけ。のりちゃんと結局出てなかったんだよね。出てなかったっけ。やった日は出てなかったんだっけ。やった日がちょうど出た出した日じゃないかだったのかな。そうそうそう今度の土曜日に出しますみたいな、うん、あなるほどね、うん、その時だった気がする、ね、そうそうそう、うん、落ちた。そうでもちょうどそのもうのぞむさんとかとね話しててやっぱその自粛をね、うん、言うんだったらその国が何かしらの保障を提示してくれるんだったら分かるけど、うん、そういうのもない状態で休めって言われてももう死ねって言われてるようなもんじゃないですか。だってね家業なわけだから、うん、ねなんかだからそのぐらいこうそのねないがしろにされてるなっていうのが私はやっぱなんか思ってたし、うん、まあそれで結局その前にもしあのその自粛にね対して保証が出るって話だったらやめてたかもしれない。そうでも結局出たのはその翌週だったのかな4月の、ね最初だったんだよね。だからうん、舐めるなとか言ったら怒られそうだけど、うん、でも、うん、私はやっぱこういう場所で生きてるしこういう場所でしか生きてこれなかったし、うん、なんかそういう場所をやっぱ国が見捨てるっていうのは許せないと思ったし、うん、だからもうやるしかない、うん、って思ってやったけどでも正直すごく揺れはしました。あ、うん、なんか俺はその時期もう絶対チキンシャックに行かないと思ったの、うん、もう怖いから怖いよ、ね、もうコロナやだやだっつって、うん、もう本当に家の中で YouTube ばっか見てまして、うんうん、ねえ、そうそう情報収集をして、いわゆるそういう、うん、なんていうのかなマインドの人って多かったと思うし、今でもまあそのまだね、うん、3密だとか、うんうん、ね言う人はすごく多いと思うんだけど、う
まあ、今後さ、このまだ全然何も状況は変わってなくて、うん、ライブもできないみたいな状況でね、うんうん、まあそういう今それが3月の末でしたね、うん、3月29日ですね、うん、あのイベントが。だから事実上もうそれ以来資金借はやってないんだよね、うん、やってない、いわゆるお客さんを入れてのライブは、うん、うん、そう考えるとまだあんまりこの話をしても、うん、なんていうのかな、まあ4月5月、まあ、2ヶ月ちょっと経って、うん、まあのりちゃんにしても、うん、そのレイ君にしても、その正しかったとかさ、うん、正しくなかったとかさ、うん、っていう気持ちがもしもあるんであれば、うん、まあなかなかね、こう折り合いがつかない話だよね、うんうん、まあだから正直、うん、もうその終わって2週間とかはずっともうドキドキしてたし、うん、らしいね、うん、それはねなんとなく聞いてるんですよ、うん、レイ君もそれを言ってたし、でもさ、うん、本当に分かんない話だよね、うん、分かんない話、うん、もしかしたら例えばそれで、ね、なったからってそこでね口を割らないっていう人だってもしかしたらいたかもしれないし、うん、それに結局それをそういう人をね、人を巻き込んでそういうことをやったっていう時点で、うん、あの見切る人は見切るだろうなっていうのは私はもう分かってたから、うんうん、まあ実際それでなんかなんて言うんだろうな、うん、今も私結構ライブとかやってるから、うん、なんか風当たりは感じてはいる、うんうん、まあ本当にね、あのいいとか悪いとかっていうところをね判断するのがめちゃくちゃ難しい話なんだよね、うん、難しい、今ね多分正解がないじゃないかな、だからなんか結局ならなかったからラッキーでしたねとか、うん、そういうことでしかなくて、そうなん、これでもしかしたらだってね私が実際それで出してたら、うん、ね、まあ、大変なことになってたよ、そう大変なことだから、うん、そうだから、うん、そう、まあその何が正しい正しくないっていうよりも、まあ自分がどういうふうに生きていくかっていうのは、うん、まあ試されてる期間でもあって、うん、このラジオも本当にそうなんだけど、まあ気をつけてはやっているけど、密室で人と話さないと録音はできないんでやってるんだけど、うん、まあ何かを伝えていくっていうことをやめるのは難しくって、うん、まあ俺は別にミュージシャンでもなくて、うん、そのなんていうのかな、単純に音楽が好きな、それを仕事にしてるだけの人間だけど、こう今この状態を伝えていくっていうことがやっぱ大事だと思ってて、うん、本当にねこういうことをラジオをやっておいて後で聞きたいよね、うん、生きてればそうね何年後かに、うん、生きてればね、うん、ね、だからそう後になってすごくね、うん、こうなんだろう、あの頃は何とかだったねって笑えればいいけど、笑い話は済まないことだってあるし、だからなるべくね、うん、文章にしたくなかったのよ、うん、こう文章で、まあ、ブログとかね、うんうん、とかフェイスブックとかで書いちゃうと、うん、ちょっと、うん、まあ考えて、うん、そら書くじゃん、うん、でもラジオはさ今考えれないでしょ、考えずに喋ってるでしょ、うん、もううん、来たことをポンポンみたいな、思ったことをポンポンって話さなきゃいけないから、うん、比較的本音に近いかなと思って、うん、私も今こんなこと言っていいのかなって思いながら喋ってた、いや本当、うん、そう思う、うん、あのでも、まあ、正直にカメラも回ってないからさ、うん、またカメラが回ってると喋れないよね、うんうん、確かにこの状況だからっていうのもある、ね、今普通にあんたら 酒飲みながらタバコ吸いながら、ね、もうね酒もタバコもやっておりません、やりながらでしょ、まあ、そういう感じで喋れた方が後々ね、うん、いいかなとも実は思ってて、ちょっと真面目になっちゃいましたけど、でもこんな話もしといた方がいいよ、うん、っていつも最近は思ってます、うんね、うん、もう一曲あ、いきますか、変えましょうか、うん、はい、じゃあ、そんなあとカバーもこれ OK なのかな、カバーじゃない方がね、方がいいありがたいかな、じゃあ、うん、赤線レクイエムでもいいかな、うん、さっきの赤線エレジーへのアンサーソングとして書いた曲 で、うん、で今私ソロで弾き語りとかでもよくやってる曲なんですが、うん、赤線レクイエムどうぞ。
り仕切る遠縁の親族と弔問に訪れた顔なじみのダンサーと出入りしてた店のママやマスター、その中に一人見かけない、仕立てのいいスーツを着た男がいた。火葬場の煙をじっと見つめ、彼は言った、僕は彼女のファンでした。赴任してきた慣れない街で、ある日彼女のダンスを見てから、うまくいかない時もいつでも彼女を見ると元気になれた。誰になんと言われようとも信じたままに踊る、それが全て。決して媚びないところが好きでした。あなたもダンサーなんですか。いいえ、私は赤線のライブハウスで歌を歌っています。そうですか、近いうちに必ず見に行きますよ。そう言って彼は去っていった。果たして私は彼女のように彼の胸を震わすことができるだろうか。ずっとずっと置き忘れたままだった、譲れない夢があったんだ。いつからか歌えなくなった。ステージに立つのが怖くなった。諦められる日が来ると思って、そうすれば楽になれると思ってた。だけどたとえ一人でも誰かの生きる杖になるなら、それ以外何もいらないだろう。今まで何を迷っていたんだろう。
ザ・ポーズで赤線レクイエムでした。ありがとうございます。ありがとうございます。あれなんだね、赤線が主題な、あ、フッサが主題な歌が多いの。うん、割とそうなんですよ、うん、そう、最初のもともと赤線エレジーは、はい、あの私がこう2人で撮った写真が、ハロウィンの時にね、ライブの後撮った写真が、うん、なんか稲田井、あの、うん、地方のね、そういうご当地ソングライターユニットみたいな感じの雰囲気だったんだよね。そう、それにふざけて、うん、あのこう紹介文を作って、うん、それであのない曲名とかまでね、こうやって私が勝手に捏造してその文章を作ってて、陰謀論系ですね。全然うん、ファンタジー、ね、ファンタジー、ファンタジーね、そう、うん、それで奈緒ちゃんがこの赤線エレジーって名前いいねって言って、うん、私ちょっと詩書いていいって言ったのが始まりで、うんうん、そう、今一応赤線シリーズは第4弾まであるんですよ。あ、そうなんだ、へえ、そうなんです、うん、今日もうフッサにどっぷり。そうですね、フッサでしかほぼ活動してないもんね、うん、今ね、一回日野に行って、うん、日野まで行って、日野、そう、日野まで行きましたよ、ノブさんの。そう、ああ、俺の地元ね、うん、日野市、うん、でもそれもフッサナイトっていうのでね、うん、行ったんだよね。そう、そうだよね、うん、あの、あそこソウル系、ソウル系です。そう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 、うん、俺だから高校生くらいの時さ、うん、もっとかな、まあ16、17くらいの時にさ、うん、日野のソウル系のさ地下にさ、うん、今もうないかもしれないけどさ、うん、音楽スタジオが2個あるのよ。あ、今ないんで、うん、あるかな、うん、行ったことあるよね。いや、あるね、うん、あったんだ、そうなんだ、ね、もう22、23年、そこをさ、うん、俺の先輩が借りてて、うん、うん、そのアパート貸しっていうのかな、うん、その月4万円くらいでそのスタジオ借りれるのよ、うん、マンションと一緒だよね、うん、アパート安めだね。でそこ行ってさ、うん、ひまわりはそこ行ってみたいな、うん、へー、いいね、バンドもせず、へ、うん、っていうね、ソウル系は昔それがあったよね、うん、そうそうそう、日野ね、あのポーズは今後最後なんですけどね、うん、どういう風になっていきたいですか。なんか一応、うん、2018年の年末で活動を一度休止には入ってるんですね。あ、そうなんだ、そう、うん、でも問いつつちょこちょこ活動している感じで、うんうんうん、そう、そう、そのこれで今の赤線レクイエムっていう曲を書いた頃にちょうどその活動休止を決めたんですけど、うん、差し支えなければどうして活動休止に、とまあ、うん、まあ私はずっとなんかこうね、音楽をやりたかった、音楽を志したい気持ちは持ってたけど、やらないで、やらないっていうか、そこまで熱心にやらないできちゃって、うん、でもやっぱりどんな形でもいいから音楽に携わる仕事をしたいっていうふうに思ったんですよね、うんうんうん、そう、そういうのもあって、やっぱりずっとポーズは楽しくマイペースにっていうふうにやってきたから、うん、なんかそのポーズは続けられたら続けたい、うん、でもそのなんて言うんだろうな、そう、その自分の勝手でねやれないところもあるから、うん、やっぱ奈緒ちゃんお子さんもいるし、うん、まあだからその自分は自分でも活動しながらっていう形にしたいっていうのがあって、うん、うん、そう、それでかな、うんうん、深く考えたんですね、深く考えましたスピード感の違いで、あ、うん、なるほど、そうだね、分かりやすく言うとそれだね、そうそうそう、まあでもそれはそうだよね、状況ってあるからね、うんうん、そう、でもやっぱねソロになって分かったのは、うん、あ、本当に一人でやってお客さんに来てもらうっていうのは、うん、すごいことだなっていうのを感じます、うんうん、もうだから、ね、本当にやっぱ奈緒ちゃんがいて、うん、2人、女の子が2人がでね、うん、その微笑ましくやってるっていうのがあったからお客さんが来てくれたんだなっていうのはすごく思います。そうだよね、うん、いろんなことを気づいた、うん、気づきますよね、ってこともあるんだね、うん、なおちゃんはん今後なんかある、うん、そうですね、まあポーズ以外はまあやらないだろうし、うん、うん、やらないのか、
やらない。ポーズ以外はやらないかな。一人でぼちぼちやる分には、うん、あれですけど、うんうんうん、こう、まあ、ポーズがあったから一生懸命ギターも練習できたしそうだよね、うん、さっきの話でいけば、うんうん、歌も歌おうと思ったけど、うん、まあそれがないのであれば、うん、うん、のんびり。あ、じゃあ今活動休止状態なの？うん、と言いつつも、うん、来週、うん、配信ライブはやります、うん、活動してますね、うん、してます休止で、だからまあ再始動したわけだ、うん、なんか結局仲いいから、うん、そうなんだよね、うん、やっちゃうんですよ。だからまあなんて言うんだろう、その休止にしたのも、うん、やっぱその自分が一人でそのなんだろうな、うん、こうその立ってやるっていうのに、まあ、一回こうストップする必要っていうかそういうのもあったから、うん、まあ、宣言をしてっていうのはあったけど、なお、うん、ちゃんと友達であることは変わりないし、うん、それにあの結局なんかそのもうポーズってやっぱ二人でいると楽しいんですよ、うん、それでこうやって踊ったり歌ったりなんか何でもやっちゃうんですね、うん、結構、うん、だからなんかそう、そういう意味でやりたいことはどんどん浮かんでくるんで、うん、ポーズでやりたいこと、うんうんうん、そうだからそのもちろん自分がソロでやれることはソロでもやるけど、うん、なおちゃんってこれはどうしてもやりたいっていうことがあれば借り出されちゃうみたいな感じ、うん、まあそう、ね、でも、うん、そのね生き物なんでね、うん、バンドもね、うん、そう、なんかあの、ね、その度その度、うん、あの自分たちのスタンスでやっていくっていうのも手ですよね先輩。そうですね、うん、もう自分のペースでしかやってないんで、うん、でもすごくいっぱいね、一番の売れっ子ドラマですからね、うん、そのさ、うん、あ、そうなんだ、うん、昔からそうですね。なんかないですかアドバイス、そういうところに対して、うん、こう今だからペースが違う、しょうがないじゃん、個々の事情があるから、うん、ペースが違うっていうのに対してさ、うん、いや、そんなアドバイスできるようなこと、うん、ないかな。ないんだ、うん、一切ない、一切ない、うん、一切ないのも寂しいね。お？お？ちょっと一番喋ってないからね。そうかな、うん、もうニコニコしてね楽しそうで、いや話聞いちゃってるからね、うん、なるほどね。聞き上手。でもまあこれを機会に盛り上げてほしいなとは思います、うん、あ、でも本当なんかだからポーズは逆にあの必要性があるのであればなんか ね、うん、ね、あの結局あのそう、あの一番何が寂しいって、うん、自分はこういくら音楽に命かけたいとかね、バカみたいだけどそうやって思っても誰も聴きたくないって言われるのが一番、ね、切ないわけですよ、うん、そう、だから明確に言えることが一つあって、うん、あのね、やっぱり発信しておけば、うん、しておけばって発信すれば誰か聞いてくれるんで、うんね、そこをストップすると、ね、だこのラジオも多分誰も聞いてないと思う、ね、うん、聞いてほしい一人ぐらい、うん、けど再生回数でもちょいちょい聞いてくれるって人の声が出てくると気があるから、うん、このラジオもやってるわけで、あ、でも私も高円寺行った時にね言われましたよ、うん、あれ面白いねとか言って、うん、ありがたい話ですね。じゃあまた喜んじゃうんですよ。もう、そうそうそう、よし、頑張ろう、うん、高円寺の皆様のためにお送りします。いい声出しちゃいます。いい声出しちゃって、今日は違う、ね、うん。でも本当にやっぱりこう何かしらバンドなんかは特にね、うん、やり続けて、うん、どんなスタンスでもいいと思うし、うん、悩んじゃう時期もあるってももちろんいいと思うんだけど、うん、やっぱ続けることが一番偉大だなと。うん、ね、本当そうだなっていうのは思います。うん、やっぱり ね、なんか、徐々にそうすることで名前とかもあの自分がこう、ね、知らないとこ行ったら、ね、いつだったかあったもんね、ポーズの方ですかみたいな、ね、あったね、うっさ、じゃあポーズ有名ですよ、うん、いや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 、ね、いますよ、いろいろやっぱ希少価値は女子でやってるっていうのは、ね、大事なんでやっぱり本当にそれは男なんかに負けてるんだよね、うん、いやどんな気持ちでもいいからやってほしいなと思ってで、うん、でもそういつでもなんかこう、うん、結局音楽って楽しいじゃないですか、うん、だからなんかこうみんながはなんか面白いことやってんなって笑ってこう楽しんでくれるようなことをねポーズはしたいなって思うな、うんうん、ぜひね、うん、今後のさらなる活躍をね本当に期待してます。 ありがとうございます、うん、最後に園くんから知った激励を
していただいて今日は終わりにしたいかな。ポーズにどうぞお願いします。いや、もう？いや、もうこれやり続けてほしいですから、ね。うん、ありがとうございます、うん、本当に。はい、それだけです。いやいや、いいお言葉をね、はい、いただいて、ありがとうございます。まあ、ぜひね、今後もいろいろ一緒に何かできたらと思ってるんで、はい、本当に今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。最後にじゃあ一曲、あ、何か、じゃあ、もうカバーが NG ってことなんで一曲しかないんですけど、うん、君ふさでいい？あ、もう全然、うん、そう、あの、私がふさに来たきっかけ、2年間の恋物語になってます。君と、という曲があるんですね。はい、君とふっさに恋してる。わかりました、ありがとうございました。うん、今日もチキンシャックラジオありがとうございました。ありがとうございました。僕は元チキンシャック PA のノブでした。そのでした。あ、ポーズのノリンでした。バーでカウンターとかやってたり、ポーズのナオでした。それでは最後に君とふっさに恋してるでお別れしましょう。さようなら。さようなら。ワン、ツー、スリー、フォー。林で行くまばゆい季節、太陽の熱まだ冷めやらぬ肌に、海とストーク、みたいなキャンプ、大好きな曲、あれは Anyways I'm no more。 ひときわ響くスネアドキック、僕は君に恋をした。川の向こうは飽きるのの森、東京の西の最果て、こんな生かしたどこはどこにもないよ、ここはロックの街。
してる。